10万人突破ありがとうございます。近日中に島屋 YouTube 10万人突破記念としてスペシャルなキャンペーンを実施します。過去最大級の特典がもらえる豪華キャンペーンです。詳細は島屋公式 LINE で発表しますので、サロン入会を迷っている方は今のうちに公式 LINE の登録をよろしくお願いします。金沢来てますけど、明日ね、能登でボランティアするんですよね。 DM が来てラーメンの炊き出ししてほしいということで、小学校にいて炊き出ししに行きます。参りしないと間に合わない施設で、今日参りして明日朝6時に起きて行くというスタイルです。金沢から3時間半ぐらいの場所を、そうですね、下手したら道路状況によっては4時間ぐらいかかるかもしれないです。まだ道がボコボコなんで、結構準備も大変で、うちのカネゴンも2日ぐらいいろいろ準備してっていうところなんで。しかもさっき緊急事態ピンチみたいに言ってましたよ、ね。なんと丼発注したのが届かなかったのか、そうなんです、知りましたけど、でもなんとかなったみたいな感じで。そうやね、びっくりしよう、びっくりしよう。あ、そう、おーっ、めちゃくちゃ限定って言ったしかも、おー嬉しい、めっちゃ嬉しい。ファンなんすか？めっちゃ嬉しい。チャンネル登録してんの、弱みしてみて。チャンネル登録してんの、弱みしてみて。しますいや、そんな行きます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。すごっ。ありがとうございます。今日朝今6時ですけど、これからね、能登の方でボランティアをしに行くということで、 DM いただいて、その方が来てくれと。珠洲市調べたらごっつ上の方で、水もまだ通ってないっていうことだったんで。あ、今も通ってないんですか？そう、サロンメンバーがね、武田ご夫婦が、こちらの動画出ていただいた方々が、和倉にお店があるんで、そこでスープとか昨日作らせてもらって、今日持ってってラーメンを300食作るという段取りでございます。しかもなんと今日雨っすからね、この、まあ思い出に残りやすいでしょ、雨なんで。島屋さん今日じゃなく昨日から来られてますもんね。さすがに朝6時出発ということで。でもいつも6時前には起きてるんで大丈夫です。じゃあ行きましょう、お願いします。はい、ありがとうございます。うわ、喜びました。80個と、これなんすか？味玉80個とネギが2kg 分。うわ、すごっ。ありがとうございます。自己紹介お願いします。栃木県でラーメンやってます、小山と言います。中華そば篠崎という。篠崎さんめちゃくちゃ美味しいんだよ。言ってない、言ってへんけど。今日はね、サロンメンバーにもお手伝いいただくということで、ね、今日よろしくお願いします。お願いします。今は鹿町というところですね。金沢が1時間ちょいぐらい今走りました。あと2時間、あと2時間ぐらいですね、最速で。あ、でもほんま現地どうなってるか見たことないから、動画とかではね、ちょいちょい見るけど、相当やばいですよ。そうっすね。なんでまだ家屋が倒壊したまま？倒壊すると保険適用が走るんで、あのまず倒壊か半倒壊かの査定が入るんですね。で、半倒壊になると建て直し全額が出てこなくて、で全壊になると建て直しが効きます。その査定が入らなきゃいけなくて、その査定をするために一回家屋を片さなきゃいけない。査定が入った後補助金とかが出て、補助金が出たら工事が入るけど、多分その工事業者もなかなかいないんじゃないかなっていう。こっちは僕阪神淡路大震災経験してるんですけど、結構早かったね、関西も。首都圏は早いですよね。まあね、インフラもね、たくさんあるから、周りから集まってこれるんで業者が。まあまあ、そうか。休業中になってますね。この家とかも結構潰れてますね。珠洲市に着きました。小学校、炊き出しする小学校崩れてます、ね。これ危ないやつ。うわすごいっすね。こっち結構っすね。やばい、見てる場合じゃない。道やべえな。着きましたね、小学校。土って震度何倍か。6.5 とかすかも。うわえぐいね。こういう現場見るの初めてですか？初めて。阪神淡路大震災の時はね、火事がすごかったから、こういう崩れたあんま見えへんかったけど。何歳の時ですか、島屋さん？俺が中2か中3かな。あ、そうなんです。じゃあ結構もうめちゃくちゃリアルで覚えてるよ。めっちゃ揺れたもんね。うちの手中も震度5くらいで、家のもん全部ひっくり返っとったけど、ここまではひどくなかったけどね。神戸の方が、長田の方がすごいですね。
言葉が出ない。怖いなほんま地震って。マジ怖い。怖いですね。こっちから奥側がめっちゃすやばいっすね。どこでも倒れてるやん学校の。ほんまっすね。俺倒れる。すごいよ、まあ。とりあえず今から準備していきたいと思います。今日皆さん、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。初めましての人多いと思うので自己紹介。じゃあカンちゃんから。独立支援で社長の下で働かせていただいております。菅野大樹と申します。カンちゃんと呼んでいただけるととても嬉しいです。出身が岩手県になります。で将来的には岩手で、岩手で独立しようという。はい、でうちで働いて今どれぐらい？8ヶ月。どうですかうちで働いてみて。とても楽しく勉強をして。頑張りたいと思っております。よろしくお願いします。かんちゃんです。はい、よろしくお願いします。じゃあ、坂井さん。坂井と申します。東京の外れで調剤薬局を経営してます。全然飲食店じゃないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小山さん。はい、栃木県宇都宮でラーメンやってます。小山さん。小山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんなんか一言なんでここ参加したか知ってます？もともとニュースとか見てボランティアとかはまあ常に気になって頭にあった時にこちらの募集があったんで、うん、そこを申し込んだっていう感じですね。お願いします。お願いします。秋玉とネギ協賛いただいてます。ありがとうございます。岐阜から来た岩田と言います。自分はまだトラックの運送業を今してます。将来的というわけじゃないですけど飲食にちょっと興味があって、ちまやさんの YouTube 見てちょっと刺激を受けてサロンの方にとりあえず入ったところ、まあ、近くでボランティアもあったので、うん、将来的には飲食店はたらいいなというなかなか一歩踏み出そうかなと。じゃあ今日で一歩踏み出しましょう。はい、今すぐ会社に入らせてやめるんです。いやそう踏み出しちゃった。いいきっかけになったなと思いまして。はい、よろしくお願いします。福井県から来た五十嵐と言います。よろしくお願いします。最近オンラインサロン入ったばっかでオンラインサロンの説明を受けてた時にそういえば石川でこんなのあるでよかったら隣足どうぞって言われたんでノリで来ちゃいました。ノリで、はい、ラーメン屋さんやってる。はい、ラーメン屋さんとお蕎麦屋さんやらさせてもらってます。前ちょっとお蕎麦屋5店舗ぐらいやっててみたいな。そう、5店舗もやってる。ラーメンは3店舗だけなんですけど。でラーメンはあんまり18年間父がやってたんですけど中津飛ばずの18年間やって。18年でも3店舗やっててすごいですね。島屋さんのYouTube とかで学んだことを実際決済権持てるようになったんでちょっと少しずつやっていきたいなっていう段階です。よろしくお願いします。はい、宮城県から来ました久保田佐々木と申します。島屋さんに本当いろいろお世話になって海苔のソースをですね今全国でこう今売り出して通販でやっております。島屋社長がやるっていうんだったら何か手伝えることあったら力になりたいと思って来させてもらいました。よろしくお願いします。おまけです。お前引けないやねんそれ。お前はい、すいません。また言い訳しようとしたらカリオンって呼んでください。シマヤンの以上です。ありがとうございます。別でお湯なんか沸かしてて手鍋で。はい、一応これお湯でもこっからでいいよスープは。あ、スープそっから、ね、直 でこれ茹で麺器に立つ用のお湯にした方がいい。わかりました。茹で麺器がっつり沸かしちゃう味見をしたいから。取り前はお前の素人ド素人のお前オペレーションより俺のオペレーションがお前ついてください。ポケットホールで湯沸かせようと YouTube でよく見るやつや。お前に足りへんもんなんや言うたやろこの前。確認じゃん。確認作業ほんませんが、これでいいだろやりつかね。怒られへん。なんだね。すいません。火めっちゃ弱いな。今度これしかないもんね。そうですね。聞いてみや。なんかレンタルできるかもしれない。うん、聞いて。A プランしかないから。B プランはいつも持ってないよな。大体その A プランでいつも俺に怒られてる。で B プランないからまた怒られる。ちょっと湯がきが弱いんで、ワンチャンカネゴンがレシピ見せてるかなみたいな。恐ろしい。それがカネゴンなんで。大丈夫です。いただきます。おい、あいつあれちょっと違った。美味しいよ。やばだゆい山頂はよよよっで、混ぜてはい遅いですよ。遅いところだ。
いってらっしゃい。いってらっしゃい。いらっしゃいませとか絶対言わない。どうでしたラーメン。本当に美味しかった。皆さん威勢が良くていいよね。元気若くて掛け声っていうか、始める前もね、チームで気合い入れるのかな、素晴らしいチームですね。味もそれに匹敵する大変美味しいあれでした。ありがとうございます。よかったら感想とかもらってもいいですか。出汁がしっかり効いてて、個人的に煮卵もめっちゃうまかったっす。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。とっても美味しかったです。被災地のためにどうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ごちそうさまでした。一言感想いただきますか。はい、美味しかったです。お肉も卵も、そして海苔が入ってたのがとまたとても良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。今の率直な心境は。準備が全然できてへんから切れそうです。特になんか不備ありました。いろいろね、まあまあでもいい感じでできてるんで、まあこういうエラーもね楽しみながらやりたいなと思います。復旧作業してる兄ちゃんとかもいてくれてるんで、地域のね皆さんの役に立ててるんじゃないかなと思うんです。あと室伏選手が来てるみたいなんで。室伏です。室伏選手が。室伏です。諸星選手が来てるみたいなんで、じゃあこの調子でまたお願いします。入るから気をつけて。あ、はい、罠に。あ、気をつけます。罠に気をつけます。そう、あと1人もこれ、うぃー、もうちょい早い言うてほしかったな。よいしょ。どうぞ、おいでください。はい、気をつけて。行列になってる。もう一個、もう一個小学校行くんですよ。室伏さん、一杯どうですか。いや、食べたいね。ぜひぜひ。食べたいね。ダメですか。お手伝いしたいですね。え、マジっすか。ほな、出す係で。はい、出す係でお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。夢のリズムやんちょい。あごです。めっちゃ時間かかりました。参りして、で車で金沢まで。そうですか。スープお願いします。はい、スープあるよ。タコミツ、はい、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 順番でいきます。次の会社お願いします。ありがとうござい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 ます。まさかお手伝いしていただけるとは。ねえ、ちょっと声小さかったな。ある程度こうやって落ちてる。ほぐしてあげる。ほぐしてあげる。空気入れた。えい。ということで今回珠洲市のボランティアに来たんですけど、お呼びいただいた浜口さん。宮口。お呼びいただいた宮口さんです。お願いします。ありがとうございます。お呼びいただいてありがとうございます。どういう経緯でダイレクトメールをいただいたんですか。2ヶ月くらいこの法律小中学校にずっと看護師さんと、うん、あのお医者さんが、うん、あの滞在されてて、うん、その中 の、 あの看護師の秋さんという方が何度もこちらに支援に来られてたんですけども、うん、ご主人が島屋さんのファンとして、めっちゃ美味しいラーメン屋さん4段やけどって言われてただなんかめちゃめちゃ人気やからスケジュールがあかんくて、うん、あの4月ぐらいになるけどいいですかっていうお話をいただいてて、今日は4月の末ぐらいにね来させていただいて、どうでしたかラーメン食べて。汁最後の一滴まで飲みました。水が最近出だしたって聞いたんですけど、この避難所は8日にやっと水道から水が出るようになって、ただまあ周辺はまだまだ全然水が来てないので、自宅にいる方、周辺の自主避難所にいる人たちはまだ水のない生活が続いてますし、これがねなかなか僕らのところに情報として回ってきてないのが現実なんで、はい、僕のねこの YouTube を介してね皆さん助けてもらえたらいいかなと思うんですけど、ちなみに今困ってることって何かあるんですか。自炊できないのが困ってて、私まだこの避難所で生活してるんですけど、普段は何されてるの。震災前は私あの観光協会の職員だったんですけど、まあ、今回の震災でも観光は全然あの機能はしていないんですが、珠洲市の観光協会。珠洲市の観光協会ですね。珠洲市はちなみにどういう観光があったんですか。有名な観光地としては見附島、すぐ近くの軍艦島っていう島。ああ、この辺なんですね。すぐ近くですよ。そうなの、はい、知ってる軍艦島。あ、もちろん僕石川県民なんで。あ、そうかもう能登のシンボルですよね。はい、それがちょっと崩れちゃったみたいな。形がだいぶ変わっちゃって。あ、そうなんや。はい、珪藻土っていうのでできてる
るんですけど、すごい脆いんで、去年の地震でもちょっと崩れたんです、で今回の地震でもうかなり姿変わっちゃって、でも地元の人はね、もうそういう見附島見たくないって言ってる人もいますし、根こそぎなくならなくて私は残ってくれてるので、ただ希望があるなとは思っておりますけど。それ以外で困っていることって何かあるんですか？洗濯もできないですよね。お風呂は？この避難所にいる人たちは自衛隊のお風呂があるんで入れてますけど、やっぱり家で避難してる人たちは5日に1回ぐらいしか入れてないとか。僕ちょうど中2か中3の時に阪神淡路大震災があったんですけど、やっぱ早かったんですよね。この復旧も遅いよねっていう話してたら、やっぱり道路とかもねまだまだガタガタですし、そういったところもあって遅れてるっていう感じだった。まずインフラが整うまでにかなり時間がかかるので、多分ボランティアさんもなかなか入ってきて活動しにくい環境のままなんですよね。泊まるとこもないですよね。宿も潰れちゃってたりとか、まだ水が出ないとか、まあ、そういうところも多いですし。この辺は震度何倍だったんですか？珠洲市は。珠洲市は震度6強か7ぐらいだったんじゃないですか。当時何されてました？正月仕事してまして、結局職場から家の方まで戻ってこれなかったんですよ。道が寸断されて土砂崩れで、こっちまで帰れんよって聞いてて、一晩職場のところで車中泊して、次の日家族と合流したんですけど。電話とか繋がったんですか？その時は地震の直後は繋がったんで、とりあえず無事は確認して、しばらく経ってからはずっともう電波があって2週間ぐらいなかったんですよ。電波のない生活って本当考えたことなかったですけど、ちょっと人を呼びたくっても電話できないんで、走り回って探すしかなかったんですよ。だから何も進まなかったですね。田舎なんでみんな何の仕事してるとか、とかしてて、ガスないからあの人呼んできてみたいな感じで、炊き出し場手作りで完成して、3日の日から炊き出しを開始したんです。早っ。とにかく食べ物全然なかったんですよ。食べ物も水も一つもないし、物資も今日は届きませんって、もうこれはダメやと思って、とにかく食料を集めんという感じで、炊き出し場ができたらもう皆さん家から食料とか持ってこようって、集まってきたんですよね。なるほど。で、水もないけど炊き出ししようよって言ったんですよ。だってそうしないと店もやってないし、買いに行けないし、なんか作らな、これはみんなの人生。2週間作り続けましたけど、現状さっきも見させてもらったら家屋も倒壊したままで、ボランティアはまだ募集はしてるんですよ。もちろんですね。私たちも最初2週間作り続けてましたけど、かなり限界が来てて、自分たちもやっぱり仕事とかもしていかないといけないし、家の片付けだったりとか、もう全てまあボランティアでやっているので、かなりみんな疲弊していて、途中からこの炊き出しとか来ていただけるようになってからはかなり助かっているんですけど、未だにあったかい食事っていうのはなかなか食べれない。お弁当とかお惣菜とかそういうもんなので。じゃあこれを見てる人たちがここに来たいってなれば、どうやって問い合わせしてやればいいですか？私がここの避難所の、まあ、炊き出しのをまとめているんですけど、Facebook、やってますけど、そこで、まあ、炊き出しの情報とかも上げているので、それを概要欄に貼っとくんで、はい、まあ、そこから来たい人は、僕らも応援はしたいけど、結局何がなくてほんまに行っていいかどうかとか、泊まる場所はとか、道路はとかっていうところは気になるとは思うんで、ただ僕は今回来れたんで、はい、まあ、これを流せば応援してくれる人も増えるかなと思うんで、はい、概要欄からお問い合わせいただいて、できたらあったかいものを食べるっていうことですね。そうですね。自炊ができないのでね、心から美味しいって思えるものを食べれないんですよね。ここは何人くらいいらっしゃるんですか？ここは今かなり減ったんですけれども、それでもまあ80人ぐらいこの避難所にはいて、グラウンドの方に仮設住宅があるんですけど、そこに153世帯入ってます。なのでこの周辺だけでもかなりの人数がいますし、ここ指定避難所なんですけど、周辺に自主避難所もあって、そこにも30人単位とかでいらっしゃって、自宅に避難されてる方もいますので。今日ラーメン作らせてもらって、おじいちゃんおばあちゃん多いなっていう印象なんですけど、はいはい、若い子らは働きに出てるんですか？元々ここは高齢化がかなり進んでて、人口の半分以上が65歳以上の高齢者なんですよ。若い方も今回地震があって就労層がかなり出ちゃったんですよ。なので今どこでも求人出してて、働く人が圧倒的に足りないんですよ。なんでこれから、まあ、その復興に向かっていく時に、どうしても働く人手が欲しいんですよ。ここに残ってる人たちではちょっと限界があって、お年寄りはたくさんいらっしゃるんですけれども、そのサポートをする人も必要だったり、本当に仕事で経済を回していく人たちも必要になるので、全然手が足りてない状況
とりあえず僕の YouTube を見た人たちで何か応援したいという人はぜひ来てもらって、僕もね今回来させてもらってリアルというか衝撃でしたね。家屋崩れてるのを見て、テレビ越しなのとリアルなのでねやっぱ違いますし、僕らもねこの1回だけで終わらずに何とか続けれるようにオンラインサロンっていうのをやってて、それで石川県の人たちも10人ぐらいいらっしゃるんで、昨日ワクダの方で僕のサロンのメンバーのお店があるん でそこでスープ作って今日持ってきたんですよ。そういったメンバーもいるんで、なんか助けれることあったら助けていきたいなと思って、今回見てびっくりしたのはこっちで仮設でね避難所ですね、避難所として生活されてる一方でこっちで授業やってるんで、もともと小学校ですもんね。そうです、私もこっちの方あの奥の方に住んでるんです。あ、そうなんですか。そうなんです。で息子はここで今多分授業してます、はい、授業はできてよかったですね。学校再開は1月の22日からしてて、で息子も一時県外に子供だけ避難させてたんですよ。全然食べ物がなかったので、だけどやっぱりこっちで帰ってきて友達と一緒に学校行きたいって言ったのでやっぱ戻ってきて、それで今はすごい楽しい。どうですか、河原さん。そうですよね、また炊き出しとかお問い合わせ島屋さんでもいいですもんね。 Facebook やってない人とか僕に問い合わせしてもらって本当に最初ご紹介いただいたヒューマンの秋さんなんですけど、なんとか美味しいご飯をみんなに食べさせたいっていうことで、48軒ぐらい大阪のお店にみんななんか問い合わせたみたいなんですよ。炊き出し来れませんかって。ああ、そうか。そしたらみんな断られちゃって、その中で島屋さんが2つ返事で行きますって言ってくださって、めちゃめちゃ感謝してるんで、伝えてくださいっていう。ありがとうございます、はい、いやそんな何もでも来ますよ。これ一回終わらずに次回も来れるようにね、僕らもやりますんで、ぜひこれ見て行きたいという方はまたお問い合わせいただいたら、食っていうのはね人を良くするって書きますので、本当に今日皆さんね喜んでいただいたのが、それ見て僕らもね元気もらえたかなっていうところもあるんで、まあ飲食店も今正直ね原材料も上がって人件費も上がって大変やと思うんですけど、もっと大変な人たちもいるんでね、まあ、みんなでそういう困った時はね助け合いできればなと思ってますんで、ぜひ皆さんお問い合わせお待ちしております。じゃあ僕らもちょっとグラウンド見に行きたいね。これランドリーサービスって書いてありません。コインランドリー、すごい。ありがたいね。災害派遣兵庫っすよ。いろんなとこから来てます。モビリティフォートヨタ、車椅子用のトイレ。これがお風呂、さっき言った。これがお風呂なんですか。42度、ね、本当や。すごい。困った時こそね、みんな助けしよう。ネット民の皆さん、ああだこうだ言わせて助け合いましょうよ。これグランドやん、バチュアン。確かに。グランドが仮設住宅になってます。わ、野球ネットがあったってことは、こう本当に。この辺がライトやね。まあまあそうっす。こういう現状を皆さん知ってもらいたいんで、津波あったとこ行きましょうか。はい、あ。ここが商店街ってこと？多分そうなんです。っぽいっすね。津波が2メートルの方が来た。うわ。これはえぐい。えぐい。生々しいね、本当に。これすごない。完全一階部分なくなってもうて。うわ、これもすごい。近くで見ると生活感を感じちゃいますね。あんのが、それがなんかリアルや。最近まで生活してたの。車で来た。あ、車で来ました。何時間かかった？9時間ぐらいです。下道で来ました。言うてよ。お時間取らせるわけにいかないと。いやいや、出すやん、ちゃんと。はい、今日皆さんちょっと感想とか一言ずつでいいんでお願いします。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。個人的にはすごい楽しかったのと、ラーメンめっちゃうまかった。楽しかったです。ありがとうございました。すごい近くで島社長の手さばきを見てたのはめちゃくちゃ嬉しかったなって思ったのと、自分はやっぱ宮城県から来て、やっぱり日常を生きるためにはこう非日常が必要で、だからこう食って誰でも楽しめるエンターテインメントだなと思ってて、今日少しでもね届けられて、少しでも明日が明るくなったら、そう本当良かったなと思って、なんかこういう場に関われて本当良かったなと思ってます。ありがとうございました。僕自身初めての炊き出し経験だったんですけど、勢いで来た割には現地の皆さんとちょっとでも元気に出してもらえたのかな、それのちょっとだけ手伝えたのかなと思ってます。今回はこういう機会作ってもらってありがとうございます。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
お願いします。こういう場所で元気を一緒に与えられる機会を得られたのは島園の下で働けたからだなと思って、こういうのを伝えられるメディアってなかなかないと思うので、うん、改めて社長にもありがとうございますって言いたいですし、サロンメンバーの方も、ね、あの何か報酬が出るわけじゃないのに来ていただいて手伝っていただいて本当にありがとうございます。まあでもほんまに準備めっちゃしてくれたんで、何の準備してたんだしら引き出しっていうのを初めてさせてもらって、本当はなんか僕たちが被災した方々に元気届けなあかんっていう目的で来たのかもしれないですけど、逆になんか僕らの方が励まされてしてもらう時もあって、なんか限界逆に元気もらえたなっていうふうにすごく感じました、うん、島田社長と一緒に働いてなんですけど、元気の塊みたいな、いどこまで誰よりも声出すし誰よりも元気やるしっていうのが、あーリーダーシップってこういうことなんやるなっていうのがすごく一緒に働けて感じたんで、まあ、そういうのを本当は自分が社員がいてやらなあかんことやなって感じたんで、そこはすごく学びになりました。ありがとうございました。おいしそう。ちょっとサロンに勇気出してちょっと自分の中で入ってみまして、うん、島田社長の声があって集まってバッとこう明るい雰囲気が出たっていうのはやっぱすごいなと思って来てよかったなと思いました。ラーメン今日初めて作って、あ、そうです、うん、作業も与えていただいて、も島田社長の横で一緒に教えていただいて、もこれでラーメン屋根の方がおもろいから飲食の良さって作ったものが目の前で美味しいって言ってもらえる、それが飲食の醍醐味やと思うんで、せっかくサロン入って飲食やってみたいって言うんであれば、僕はやってみてもいいかなと思うんですけど、大変は大変ですよ。あ、そうですね、いい勉強になります。ありがとうございます。本日あの微力ではございますが、皆様の力になれてとても嬉しい気持ちでいっぱいです。私は13年前の東日本大震災の時は学生でございまして、当時自分何もできなかったのが現状で、今回ですね、当時のこういろんな県外の方々が助けていただいて、いろんな恩があると思います。それを少しでも今日は返せるかなと思いまして参加させていただきました。どうぞ今後ともよろしくお願いします。本日はありがとうございました。締め前に1個だけ今日ここに来たのもそうなんです。ゼロボラっていう、まあ、ゼロ円ボランティアの略なんですけど、うん、ゼロボラ活動って自分で一人でやってて、いろんなボランティア行ってます、まあさっき出た東日本もそうですし、直近だと秋田だったり熱海だったり佐野だったり長野だったり、いろんな、災害のところに行ってみたりイベントボランティアとかやってたりして、で最近ちょっと本業が忙しくてあんまりできてないんで、こう声かけられたやつ中心にやってるんで、ここで出会ったのも何かの縁だと思います。何かやるよとかイベントでこれでやるから手伝って、人で欲しいとかあればぜひ声かけていただけたら嬉しいなと思います。原さんはどうでした？僕も本当に1月1日に被害を受けて家も結構壊れたりしてみたいな状況で、皆さんに来ていただいて本当に嬉しく思います。ありがとうございます。じゃあボス最後に一言。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ助かりました。今回だから僕ほとんど何もやってないんで、カネゴに丸投げでやらしてみたら、なんと丼が届かなくてびっくりしました。来たらゆで麺機の脇が甘い。まあいろいろあったんですけど、これもね楽しみながらやれたんじゃないかなっていうところと、あと子供らにもね先動画を送って、まあ、こういうのもあるんだよっていうのをね知ってもらって、今回僕に DM くれた人を先連絡くれて、今日来れなかったんですけど、その人に言われたのはこのリアルを伝えてほしいっていうのを言われたんで、僕のチャンネルで伝えて僕の YouTube 見た人がまたここに来るっていうのはね、いい流れができたらいいかなっていうので、で僕らもね、まあ、この1回で終わりじゃなくて何らかしらの形でこういうの続けていけたらいいなと思います。うちの会社の話になると、まあ、こういうボランティアとかそういったのを積極的にやってて、障害者のところ行ったりだとか清掃活動だったりとか、まあ、そういったこともやってて、それやればね精神論じゃないけど気持ちよくはなるんですよ。スタッフも何やろ、人の役に立てたっていうその喜びっていうところがうちのミッションにもつながってるんで、そういったのをね皆さんもなんか会社お店に取り入れて社会貢献活動していけば、スタッフもまあ仲いい感じだと思うんではい大丈夫です。え切られた急にということで皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。しまやの公式 LINE を登録するだけで豪華8大特典プレゼント中。1つ目、今すぐ売り上げを倍にする方法5選。売り上げに困っているお店は必ず見てください。2つ目、リピーターを増やすために明日からできること5選。リピーターを増やしたいならこの動画を見てください。3つ目、しまやんが感動したラーメン屋の動画。4つ目、ラーメン屋独立したい人が最初にやるべきこと動画。5つ目、今すぐ使えるしまやんの会社のチェックリスト3つ大公開。ほんまは公開したくないんですが皆さんのために公開します。6つ目、 YouTube 未公開しまやんの知られざる過去動画。1時間の動画ですがしまやんが今まで YouTube に語らなかった本音を話しております。見ないで。7つ目、これもあまり公開したくないんですがラーメンの種類別スープ濃度塩分濃度を公開しています。8つ目、
初公開、渋谷の人生が変わったおすすめのベスト本、こちらをぜひ見てみてください。これらの特典は完全無料です。 YouTube の下の概要欄から10秒でゲットできるので、ぜひ皆さん登録してみてください。